エステルキー、六章。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で読まれた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官,官ビグタナとテレシュが、クセルクセス王を殺そうとしていることを、モルデカイが報告した、と書かれているのを見つけた。そこで王は尋ねた。 このことで栄誉とか昇進とか何かモルデカイに与えたか王に仕える侍重たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭に誰がいるのかちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える侍重たちは王に言った。 庭のあそこにハマンがいます。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろう。そこでハマンは王に言った。 王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってきて、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてくるようにしてください。その王服と馬を貴族である王の主張の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着せ、その人を馬に乗せて都の広場に導き、その前で、 王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れ回らせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。ハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ。 彼を馬に乗せて都の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰った。ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話した。すると、 知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに破れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは破れるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせてエステルの設けた宴会に連れて行った。